チランジアブッツイーチランジアブチブは、花アナナス属のアナナスの一種。いわゆるエアープランツの一つで、細長くくねった葉と縞模様が特徴である。茎は伸ばさず、葉の基部が球根状に膨らみ、先端が細長く伸び出す。全体の高さは普通は20から3 0トルほど。葉の伸び出した部分は、針状で長さ2 5トル以下、幅は3ト、mm、ル。 先端は糸状に戸があり、全体としては強く曲がったりうねったり、内向きにねじれるなど変化に富んだ形をなす。表面は単緑色の輪片で一面に覆われており、両側の円には荒い毛があるが、これは早い時期に落ちてしまう。葉の基部は幼少となっており、これは折り重なって太い落鏡のような形になって、偽輪形を構成する。この部分は能力色くらい色づいて、 触れない褐色になり、長さ25から 45mm。壺状の部分には、特徴的な、縞模様が入る。なお、基部の膨らみの内側には、野外では、アリが住み込むことが知られており、いわゆる、アリ植物であるとされる。家系は細く直立して伸びてし、家系法は、洋上で瓦重ね状に配置する。先端の水上果樹は、羽形に配置し、4から8毛を含む。 過剰は、外形としては、線形で、長さ6から8センチメートル、幅1センチメートル、下形の先端に数個が、手のひら状につくか、時に、単独でつく。一時方は、ほぼ、歯と同じ形で歯と同じ色をしている。放つと変わらかさ状に配置、卵形で先端が尖り、長さ20から28ミリメートル、幅10ミリメートル、やや角質で脈が走り、 一面に輪片がある。花にはほとんど柄がない。学片は兄弟型で、先端は鈍く尖り、角質で毛がなくて、長さ12から15ミリメートル。花弁はまっすぐで、長さ30から35ミリメートルでスミレ色をしている。おしべは花弁から突き出す。ついたち果ては、細い円柱状で先端が、くちばし状に曲がり、長さ3センチメートルになる。なお、 種名は人名による。分類的にはティランジアア族に含まれる。メキシコ南部、西インド諸島からコロンビア、ガイアナに分布し、標高2000メートルにまで見られる。いわゆるエアープランツとして栽培される。普及品である。栽培は容易で、水を好み、強い光が当たらないようにする。また開花せずとも、小株を出すことがよくあり、小株の集まった集団。 いわゆるクランプを作りやすく、模様などもあって人気がある。以下、園芸植物大辞典、P1547 七鹿島 P69、中エトール、P87 園芸植物大辞典、P1547 佐々木、P88 八鹿島 P69。ありがとうございます。